はいはい、やりゃいいんだろ。市場を交えるなよ。家康様、いや、さような猶予はない。お前か。しょう、こハンズ、我が弟子サスケ。おお、もうしっちゃかめっちゃか。ん、あ、そうそう、信長の名を見かけたよ。チャチャだっけ。おお、そりゃどう、切り捨ててよろしいですか。家康、殿はしばしご休息を。なんだあの部、俺別にあのおっさんの家来じゃねえし。我が名は殿の名も同じ。俺はそれではし、はいはい、しょ。そういえばなんでか知らないけど、ちゃちゃ、さなだみたいだね。取り入りやすそうなやつだったから。家康様も信濃を狙ってるんでしょ。市場を交えるなよ。何それ、分かってるって。半蔵、この先落ち武者狩りが待ち受けたり。無論のこと。やっぱ付き合わなきゃダメか。させることが我らの任務。障害は全て排除する。家康さんがやられちゃったらお仕事失敗ってことだよね。了解。やっぱいるいる、落ち武者狩り。家でおにぎりもらったんだった。人助けなんて面倒なだけだと思ったけど。さすがは三井、かようなところにも兵を。まともにぶつかるのは避けるべきであろうな。明智の兵など恐れるに足らず、俺が先行し道を開いてみせます。そして騒いで敵を引き寄せ、殿の恩義を危険にさらすのか。心構えを言ったまでですよ。家康様をお守りすべく最善を尽くします。急げ。伊賀の忍びに渡りをつけて敵兵を排除し、そこへ忍びを誘導する。すがしょう。ほんで家康さんが来る前にパパッと片付けますか。忍びの本領は速さでしょ。俺の足舐めないでくれる。晒さなかっただろうな。当たり前じゃん、誰の弟子だと思ってんのさ。ならばよい。
殿の手配により参上いたした。家康殿をお守りいたす。それはありがたい。半蔵、よくやってくれた。大門、この鉄砲、野武士が持つものではない。気合入ってんね、お兄さん。当然だ。主君の危機に家臣が最善を尽くさずしてどうする。へえ、それって巧妙稼ぎとは違うの？よくわかんねえや。オーガリの声かけだな。オーガを呼び込むため東の砦を押さえる。半蔵なんて人は心強い。人ともにわしを支えてくれるか。まあまあ、師匠がそうしろって言うな。これほどとはな。急げ。やっと出番か。気を急ごうぜ。殿をお守りせよ。三河牛の意地を見せるのだ。信長のとこへ送ってやるよ、家康は。よくで茶でも立ててやがれ。救援こう。いかがでくらず耐えて忍ぶのみ。任を遮る者、皆闇に助けに来てくれたか。良き家臣に思ったのは本当に忘れます。申し訳ありません。
の刃はかわせんぞ。そこは引くぞ。影を撃ち抜くこと、あとはす。ダメんなよ。俺の狙いから逃げられる奴はいねえ。戦場をオロチョロしてやがる。見た目で判断するんだ。天下無敵の傭兵が聞いて呆れるな。敵将打ち取ったよ。俺はどこまで中途半端なんだ。クソ。孫一は引いたか。こちらも片付いた。急ぎ抜けると痛そう。任務は果たした。お疲れ。そんじゃあ俺は行くよ。